はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。子猫のしっぽ1号2号様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。今日はトレニーライナ江北駅足立区で凱旋してまいりました。お声掛けくださった皆様ありがとうございました。私の動画見てますっていう人も結構いらしてですね、びっくりしたんですけれども、河野太郎が原告のくせに必要ないって主張して出廷を拒否している件、これやったやらないは明白なんだから、私はこれを見てこういうふうに感じたっていう作文陳述書を提出だけでいいだろう、って言ってるみたいなんですけれども、賢者さんが民事訴訟法208条を教えてくれました。民事訴訟法、民訴法ね、第208条、日八っつんだって、当事者本人を尋問する場合によって、その当事者が正当な理由なく出頭せず、または宣誓もしくは陳述を拒んだときは、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができると。つまりですね、本人が来なかったとか、証言しなかったとか、宣誓しなかった、拒否したなんて場合は、圧倒的にその相手方、まあ、この場合は被告、例えばだけど、河野太郎が拒んだ場合は、私が有利になる、圧倒的に有利になるって書いてあるんですけれどもね、弁護士先生、本人出てこない名誉毀損訴訟なんか見たことねーって、裁判所で言ってくれたぐらいありえないことらしいんで、本人が出てこない名誉毀損裁判、見たことない、先生の50年以上の長いキャリアで一回もない、先生ももしかしたら208条を失念もしくは知らない、詳しくないじゃないかと思って、ご連絡差し上げました。したらそういうのあるんだ、なんせそんな裁判なかったからね、やっぱりかって、そんな裁判ありえないんだよ普通は。やっぱり連絡しといてよかったと。ただですね、この後すぐ折り返し電話かかってきて、208条ってあれなんだわって、本人尋問が決まった場合だけが対象なんだわ、河野側が本人尋問は必要ない、本人が出廷する必要ないっていう言い分をですね、裁判所が認めちゃって、そうだね、本人尋問はなしでってなるとこれの対象外、そうでなくて裁判所がですね、やっぱ本人尋問必要だろうがっつって、その日時が決まって、その時間が決まって、そんで河野が来なかったり来ても宣誓しなかったり、証言を拒否した場合はこっちが圧倒的に有利になる、河野が圧倒的に不利になるっていう条文が208条だっていうんですね。という優秀だから、先生折り返しすぐ電話くれました。通常民事の名誉毀損はですね、原告が本人尋問を申請するのが当然オブ当然らしいんですが、河野側が俺も喋るって、勇んで申請するのが当然オブ当然名誉毀損では、だってどのように傷ついたんだ私はみたいなことを法廷で語った方が断然有利になりますからね。私は過去こういうことがありまして、こういう生い立ちで、こういう言葉はすごく傷つくんだみたいな、泣きながら喋った方が有利なんじゃん、ああそっか傷ついたのねみたいな、今回はその当然が破られる常識外れだったが、こちらからも本人尋問できるからって、先生に言われました。なるほどなるほど、こちらからも太郎出廷を要求できるのかと、ただそんな経験ないんだよねとにかく本人尋問、本人尋問、本人が出てこない、原告訴えた側が出てこない名誉毀損裁判なんか願ったから、そんなの願ったから、だから被告側が原告側を呼びつけるってやったことねえんだよねっていう話で、けど出てきても出てこなくてもすでに裁判官の心証悪いよね、とのことでありました。あとですね、陳述書って要するに一方的な河野太郎の言い分をですね、相手側の弁護士が作文したもんで、名誉毀損裁判で本人が出てこない、
で紙ペラ1枚汚したみたいな一方的な言い分連ねてやるっていうと裁判所の方でもそんな風に扱うってまあ軽く見るっていうのかな、軽い証拠まああの重要証拠じゃん。裁判所にしてみればですね、あの現職大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴えることがそもそも史上初でだし、名誉毀損の原告が本人が出廷しないって言ってるのもなことらしくてですね、まあこの裁判ね、裁判所にとっても弁護士先生にとっても規格外で、まるでねありえないことで、どう見ても、トゥーランドットで誰も寝てはならぬを歌わなかったであるとか、カルメンがハバネラなしで無言で始まっちゃったとかですね、道化師が衣装をつけろを歌わなかったとかですね、まあ、レミオロメンがライブで粉雪を歌わなかったぐらいの衝撃ただですね、こちら側、被告側が原告を呼びつけるっていうの異例のことなんだけど、なぜそんなの願ったから異例なんだけど、先生が言うにはですね、だってこの報道ではこう書かれてるけどこれ本当なんですかとかいろいろ聞かなくちゃいけないでしょって、いっぱい言えるよねって言ってました、なるほどなるほど、全く面白い裁判になりそうです。応援よろしくお願いいたします。あとですね、裁判官がですね、思い上がったクソ野郎は無罪っていうのにえらく食いついてて、それの判決文ないっすか、先生に聞いたんですけど、先生も、あれだって、いや私も新聞記事、以外のことは知らないって答えてたんですけど、旗と思い出して旗と思い出してですね、ああ俺そういえば山口さんの裁判やったことあるわ連絡先知ってるわね、思い出してですね、本人に原告本人あじゃねえやあ原告か原告本人に判決文もらえないかどうか言ってみるわ、判決文もらえたら裁判官に渡しとくわ、っていうようなことも今日連絡いただきました。こんな感じがですね、今んとこ河野太郎と裁判の進捗具合であります。河野太郎と民訴法208条、さてどうなるかと、最後の最後でまあね、こっちの言い分通って、まあ、言い分を言うこと自体がごくごく異例なんですけど、ごくごく異例の、被告が原告を呼びつけるやったことねっていうことが通ってですね、じゃあいついつ何時から本人尋問します、河野太郎裁判所に来いよっていうことになってですね、河野太郎が最後の最後でおじけついてバックレるっていう、こういうのをすごく展開を期待しております。ダイヤモンドオンライン記事、2000年からの24年間で新聞全体の部数が 47% 減少、広告収入は 66% 減少したわ、わら、あはははということで、そんなにあんの、世論です。そもそも今時紙媒体って新聞読むとバカになるし、金出して嘘を買うのはバカらしい、ネットでいろいろバレてきたし、まあ嘘つきだってね、心理保護になっていいじゃん、まあ紙作んねっきゃ聞き切らなくていいよね、まあせいぜい頑張りたまえ、サブスクとしては高いし価値がないバッサリ、販売収入がほぼ半減、広告収入が3分の1になっていたとは、新聞社どこも潰れてないからそんなに苦しいとは思ってなかったな、そんなになのか、一体どうやって耐えてんでしょうね。まあ毎日新聞は本社ビル売っちゃって家賃払って今使わせてもらってるって状態ですけれども、あと朝日新聞もだいぶ首切ったみたいですけれども、あと数年で朝日毎日と共産党の消滅見れそうですね、こんなに減ってるんでは、その日まで、あ漢字間違っちゃった、その日まで健康で過ごしてですね、皆さん祝杯あげましょう朝日新聞党さんやったー乾杯、共産党消滅やったーで乾杯しましょう、酒飲めるような健康状態を維持しましょう、昨年だけで約50件の熊情報、熊目撃情報があった北海道内江町の猟友会さん、熊退治を拒否、町から日当8500円、発砲した場合1万300円を提示された、
やってられない。発砲した前は弾丸代として1800円でどうですか、ハンターをバカにしてないと、言っておりました。札幌市では日当2万5300円が支払われる、3分の1の額提示されちゃった、バカにしてんのかっていう話にね、世論です。命の危険もあるしな、一等1000万円で国が買い取れ、数年で絶滅するから、絶滅したら絶滅したで、鹿とか増えちゃってっていう影響ありそうですね。金ねえんだわ。町役場職員が猟銃免許を取って山に入るしかないね。とりあえず3人ほど被害者出れば町も考えを改めるのかな。役人が銃の免許取って狩りに行けばよい、自衛隊が訓練がてらやればよいんでは。地域のため町のため頑張ってが効かなくなったのね。熊さんがかわいそうだから殺さないで、おばさん。熊さんがかわいそうだから殺さないで。お金がない自治体、気の毒ですね。現在はですね、設置しただけで違法の虎バサミなんですけれども、こういうとこだけ、特例で規制緩めるとかできないんだろうかね。まあ危険ですけど、人にとっても危険なんですけど、これは。猟友会は鉄砲を撃ちたがってるという前提が間違ってんだよね。山歩き大変だし、命も危険もあるしで、札幌のね、3分の1以下の値段を提示され、癇癪起こすのも無理ないですよ。これね、札幌、がこんなに高い、日当を提示してなければ、まあ、比べることもなく、まあ、そんなもんかなっつってやってくれたのかもしれないですけども、言ったら言ったでね、熊さんかわいそうって変な界隈が嫌がらせしてくるしね、電話すげえかけてきたりね、採用されるとは思いませんけれども、私の案ですが、まあ言ってみるだけですが、外国人の道楽ハンターに狩猟権売ったらいいんじゃねえのこれ。インバウンドってことで、入山許可証1日いくらって払わしてさ、3日だから30万なみたいな、で獲物の運搬と解体は自腹でやれよ、現地人雇って、自腹でやれよ。何十年か前ですね、作家の大藪春彦、作品名が思い出せない、なんとか野獣しすべしとかさ、あとなんだっけ忘れちゃった、映画何本かありましてね、アフリカに行ってですね、大金払ってライオン仕留めてた、写真雑誌記事見たことあります。えらい金かかんだなって当時思いました。そんな何百万もか、これとこれに何百万、これとこれに何百万、えらい金かかんなぁ、思っておりました。まあ頭が固いですね。町役場がこの案採用するとは思えないんで、まあ言ってみるだけ、ですけれども、今日の単身です。オックスフォード英和辞典、韓国のマンファは日本の漫画の影響を受けている、韓国マンファ協会発表、オックスフォードに猛抗議、猛抗議するも3年経っても記述に変化だし、まあ、全く無視されたってことなんですけど、今ではですね、漫画の起源はマンファとか言ってるらしいんですけど、影響を受けてるって、ね、控えめな表現にしてもらっただけありがたいと思えよ、まあ、まあパクってるくせにさ、漫画をですねただただハングリ読みしたのがマンファなのに、何言ってんだ、何言ってんだっていう感じ。ムービーって、英語でムービー映画じゃないですか。日本でムービーって言ってて、ムービーは日本起源とか言ったら頭おかしいって思われるよね。日韓併合までですね、約束って概念も単語もなくて、今でも日本語そのまま約束って言ってんだろってお前ら、何言ってんだって話。まあ耳を貸さない、関わらない、助けない。オックスフォードはさすが賢いですね。中尾明さん死去81歳、謹んでお悔やみ申し上げます。今時だと81は早い感じするんですけど、大柄だったからそれも影響してんですかね。やっぱり体大きい大男ってあんまり長生きの人いないって話なんですよね。これ代謝代謝関係ありまして、人が一生で燃やすエネルギー量は決まってるって言うんですよね。だから大男だと多くのエネルギー量、必要じゃないですか。そうすると勢いね、まあ、相撲取りなんかも、引退した後ググッと痩せてスリムにならないとなかなかね、あとね、意外と
マラソン選手とか短命だったりする、すごいあの走ってすごい燃やして、これあの酸素、エネルギーを発生するためには物を食って酸素を吸って燃やす、で、酸素毒説っていうのもあったんですけど、その酸素自体が毒なんじゃない、人が一生吸う酸素の量は決まってんじゃない、なんていう説もあったんですけど、まあ今はね、エネルギー量だ、まあ空分だ、食って体内で産生するエネルギー量がもう決まってん、有限だ、だから一生懸命有酸素運動なんかやると寿命減るっていうのも分かっちゃってますね、もう、いつも震えてるチアワがかわいそうでかわいそうで毛皮のコートを買ってやったってテレビで語ってたのを思い出します。毛皮かよなんて思ったんですけど、チアは寒くなくてもブルブル震えて心の動揺で震えてる子、結構見ます。病院やってたから15年間ぐらい、初めての場所どこに来るとブルブル震えんですよ、寒くなくても真夏でも、そういうチアはいっぱい見て、参りました。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。